山鳥ケは、イグチモクイグチカ山鳥ケ族の食用キノコ。香りが良く、ポルチーニとして、イタリア料理、ポーランド料理など、ヨーロッパでよく使われる。日本で普通に発生する山鳥ケもどきと非常に似ており、しばらくは混同されていた。傘の直径は6から16センチメートル。表面の色は、立褐色泡茶褐色。 殻の長さは8から12センチメートル、幅2から3センチメートル。山鳥竹は幸い方が確立しておらず、現在でも全てが天然物である。日本ではイタリア料理の普及とともに、イタリア産が早くから輸入されており、イタリアが本場とされている。ポーランドで山鳥竹はボロビックシュラヘートニーと呼ばれ、これはポーランド語でシュラフタたちのポルチーニの意味である。 ポルチーニ一般はボロビックと総称される。ボロビックとは新葉樹の森のキノコという意味がある。山鳥竹が豊富なポーランドでは昔から山鳥竹を採取しポーランド料理にふんだんに使う習慣があり山鳥竹のある生活が伝統である。山鳥竹はヨーロッパで広く珍重されるためこのキノコの採取は森の近くに住む田舎の人々にとって 割の良い秋の現金収入源となっている。なお、日本では北海道と青森県の新葉樹林で発生が確認されている。禁煙種には山鳥竹もどきがある。山鳥竹と山鳥竹もどきとの相違点は、山鳥竹は傘の表面に光沢があるのに対し、山鳥竹もどきの傘の表面は、 ビロード状山鳥竹の柄には途中まで網目模様があるのに対し、山鳥竹もどきの茎には全体に網目模様がある。山鳥竹は頭皮など新葉樹林に生えるのに対し、山鳥竹もどきはブナなど紅葉樹林に生えるなどの点から区別できるとされる。しかし、山鳥竹属山鳥竹節の分類は困難で、日本三種の位置づけも必ずしも確定的ではなく、 ミキサイ氏も存在すると思われる。ヨーロッパや北、アメリカにも限られた専門家にしか識別できないほど類似した起源種が複数存在する。これらはイタリア語ではまとめてポルチーノイ、ポーチーノと呼ばれ、アンズタケ、トリュフと並び陳調されている。山鳥ドタケはフランス語でセップセイップ、ドイツ語でシュタインピルツ・スタインピルスなどと呼び、 近縁種の山鳥竹もどきや、すすけ山鳥竹などと共に、ヨーロッパ各地で食材として珍重されている。なお近年になって、本種とよく似た毒キノコとして、移ろい口と強毒の毒山鳥が発見されているので、注意を要する。また毒キノコではないが、苦い口も本種とよく似ているが、苦くて食べられない。日本に多い山鳥竹もどき、肉が柔らかく、 香りも山鳥竹には及ばない。肉質は味に癖がなく、傘、柄とも繊維がしっかりしていて、歯応えが良い。生から調理しても美味しいが、乾燥させると、独特の強い方向を放ち、旨味も増す。パスタソース、リゾットの具、ソテー、マリーネ、オイル漬けなど様々なレシピに使える。乾燥品を水で戻すと、高褐色のダシュが出るのでこれも料理に利用できるが、 味が濃いので控えめに使うのが良い。毒やまどり類似の毒キノコには、うつろい口と強毒の毒ヤマドリがある。毒ヤマドリは微味であると言われるが、下痢嘔吐などの激しい胃腸障害が長時間にわたって、続き、場合によっては、脱水症状などで生命の危険に陥る、可能性も考えられるので要注意。その他、い口下ではいくつかの激しい中毒を引き起こす。 種類の存在が報告されている。毒山鳥の特徴は以下の通り。本種は鉱山性信葉樹林性と言われるが、本種と思われるキノコを紅葉樹林で見かけたという情報もある。ありがとうございます。